皆さんどうもこんにちは、ゆめたべちです。今回の動画はいよいよ6月の18、19日カブクワ&メダカ即売会、千葉県は市川市にある大須自治会館にて即売会開催されます。そのイベントに出展される方のカブクワ販売リストをゆめたべち入手しましたので、先に皆様にお伝えしたいと思います。で、その出店者様の販売される生態リストを皆さんにご紹介した後、ゆめたべちが何を持ってくるのか、そこをお見せしたいと思います。もうかなりの数ゆめたべち持っていきます。まずは出店者様の販売リストご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでこちら市川インセクトクラブの店長から、販売リスト届いておりますので、どうしようかな、全部言おうかな、それともなんか夢旅路がいいなと思うのもかいつまんで読んでもいいんですけど、購入者様目線で言ったらやっぱ全部言った方がいいのかな。一応じゃあ軽くね、全部流しながら言っていきます。まずは成虫ペアとかトリオ関係から読んでいきたいと思います。どこから行こうかな、ここだな。それじゃあ早速言ってきますね。イグジミウス細若ワンペア、これイグジミウス細若ってなんだろう。メタリフェル細若、モンタネレス細若、ウォレスノコ、ファブリースノコ、大東平田、サキシマ平田、あとはサバゲノコ、フィリピンネブト亜種、バンガイエンシス、アマミネブト、トカラネブト、インプレシコリスネブト、インプリカツスネブト、あとは虹色クワガタの PMR の R ケット、まあレッドですね。で、光オオムラサキっていうなんか虹色クワガタの血統があるんですけど、まあそれとか、あとフォルスター二股クワガタ、グラント白カブト、ババ黄金鬼クワガタ、メリーメンガタ、サバゲ、台湾シカ、四つ星ヒナカブト、ドヘルティ、ネパレンシス、虹色シコン、メダリフェルパープル、福島県産オークワ、タランデスホワイトアイ、ドンキエルコクワの原名にムニスゼッチ二股と、あとはアローコクワの原名カチンコクワ、トカラコクワガタ、ギラファノコギリクワガタのケイスケ、あと西山、あとはビジグナーツコクワガタ、これビジグナーツね、意外と綺麗な可愛い個体ですので、ちょっとおすすめですねこれね。あとスペンスシカ、メタリフェル細赤のザンギール亜種、ディディエールシカ、帝王平田、パプは金色クワガタ、プラティオドンネブト、あとはサビ色カブトと。で、他にもまだいっぱいありますよ。その他にまだね、台湾シカのレッドアイ、パラワンを拾ったタランデス、あと言ってないので言うとブルマイスターツヤクワガタ、ピプラギアトゥス、沖の選ぶノコ、八条ノコ、こんなところかな。うん、その他にもね、まだリストにはたくさん載ってるんですけど、成虫関係はそんな感じで、あとなんだろうな、幼虫関係で言っていくと、ウォレスノコの幼虫、ルマビーノコギリクワタの幼虫、エレファスゾウカブトの幼虫、あとポルテリ、アエゴン、クラビゲール、マルガリ、四つ星、グラディオトールメンガタ、ムニスゼッチ、ボイレアウシカの幼虫で、ノゲイラゾウカブト、ニジイロホンケ、ルイダイピカール、スペキオスス細赤、ミクラミヤマ、チュチェンセスジ、ラティキオナブスコクワの幼虫、ムナコブの幼虫も出ますね。あとはレックスゾウカブト、ヘラクレスリッキー、結構出ますね。バミノルムの幼虫も出るし、結構充実した内容の幼虫リスト。その他にもオス単品とかも出てきますので、皆さんね、そこら辺まだまだ多分増えると思います。
一部のリストの紹介なので、とりあえず、まあ、これだけは必ずと言っていいほど出てくるんじゃないかなと思っています。ということで、まあ、出店者様の、販売リスト紹介終わりましたので、夢旅路何持ってくるんだっていうところを皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速夢旅路が販売する生態見ていきましょう。そしてこれと、うわやばい、画角全然収まってない、どうしよう、どこから紹介していこうかな。はい、とりあえず成虫の方ペアとかトリオとか並べてみました。まだねこれ全部出し切ってるわけじゃない準備段階なんですけど、夢旅路の方からは端っこから見ていくと、ライトブルーの虹色クワガタのペア、そしてトンキンノコ、モトキホワイトアイにキヨタミ、皇帝のホペイ、ボイレアウシカ、レニノコギリクワガタ、バミノルムと、そして厳選血統ノセ YG、またこちらキヨタミで、サヌチ二股クワガタ、平成8年型血統のホペイ、原名のフォルスター、ピカール血統の虹色クワガタ、ドヘルティにダークブルーの虹色クワガタ、ここにいるのが K2 血統の川西大クワガタですね。で、夢旅路のところからはこのね、おすすめしたいイノヒロ1093のマジョーラパプキンで、サタンオオカブトのペアも持っていきます。まあ、ここにね置いてあるのは成虫のペアたちなんですけども、オスタンとかも夢旅路結構持っていきます。で、オスタンというのがこちら並べているんですけど、まあ、サタンオオカブトのオスタンが2頭、これ即ぶりです。で、まあ、ローゼン、モーレンカンプ、ハスターとモイニエリとか、あと K2 川西のメスタン、あとこのポルテリのメスタンとか、これねちょっとマニアックすぎるんだけど、インドアンタイスのマニプールのメスタンが3頭とか持っていっちゃいます。元木ホワイトアイのねメスタンも販売しますし、なんだろう、いっぱい増えると思います。これは先ほど言ってたフォルスター清田部のオスタン、サイズがねちょっと伸びなかったので、1000円とか1500円くらいで販売できたらなと夢旅路考えています。まだね公職の始まってないクラビゲールのオスタンもいますし、なんだろう、これ多分半分ぐらいです。これ以上にたくさんオスタンもメスも持っていきますし、種類も増えますので、これぜひね単品コーナーも皆さん目をつけておいてほしいなと思っています。で、幼虫に関してはこちらに禁止瓶にねもう投入しちゃってるんですけど、グランディスオオクワガタの 87mm の種親と 50mm のメスかけた特大な種親からの幼虫、これを4頭1セットで、奥に行くと厳選ホペイのインライン 79.1 の 50.5、 ぜひねこの厳選のインライン飼育されたい方、幼虫5頭からスタートされるのもいかがかなと思っております。この他にも、まあ、TT 川西とか奈良和関係の幼虫、これも夢旅路持っていこうと思いますので、ぜひ大久保型ファンの方も楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで夢旅路大量に準備しているんですけども、今ね画面に映りたいだけど、もうこれね並べちゃった以上夢旅路ここにね座れないんですよ。なのでこのままお別れのエンディングとさせていただきます。皆さん6月の18、19日
夢旅路、そして店長萌えのちゃん、助っ人の姉御と他出店者様一同でお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください。それじゃあまたね、バイバイ。